皆さんこんばんは、てっちゃんのにさけです。動画は、快速和歌山駅に乗ってきたということでお届けします。で、この快速和歌山駅なんですけども、朝に2本で、夕方は5時以降になるんですけども、30分変更快速和歌山駅なんですけども、停車駅はですね、堺市、三国ヶ丘、大鳥、泉中、東岸田、熊取、日野の順に泊まり、日野からはですね、泉砂川、木、細田、終点。ちなみに今回この電車はですね、225、まずですね、ほぼ全ての電車がここ天王寺始発となっています。で、2つ目なんですけども、一部の電車は接続しない、ほとんどの電車はですね、途中の日根野駅でですね、関西空港行きの関空特急はるか号と接続待ちを行います。そして3つ目なんですけども、これ今8両つないでるんですけども、快速和歌山駅は電車を除いてですね、全て8両全てがですね、和歌山まで向かいます。そして4つ目はですね、この快速和歌山駅なんですけども、実はこれの少し前にですね、こっちの15番乗り場からですね、関空紀州路快速関西空港和歌山駅が出発するんですけども、なんとこの電車途中の泉砂川で紀州路快速を追い越すんですよね。と言いますのも、紀州路快速は以前の動画で紹介したと思うんですけども、熊取から和歌山間は各駅に止まる。そのため途中の泉砂川でこの快速和歌山駅の待ち合わせを行ってですね、快速和歌山駅が止まらない山中谷、泉鳥取、そして紀伊中之島で降りる人たちの接続待ちを行うという形をとっています。ちなみに僕が乗る快速和歌山駅はこの電車の1本後の電車になるのでね、その電車が来るまで少し入線してきました。なんで、はい、というわけで、快速和歌山駅が入線してきました。車両はまさかの先ほど紹介した225系5000番台5100番台の連結編成でした。それでは車内に行きましょう。車掌は北側です。終点和歌山までご案内いたします。電車は8両で運転いたします。お手洗いは一番前の車両1号車と各方面の号車にございます。どうぞご利用ください。次は堺市、堺市です。お出口は左側です。堺市を出ますと次は三国ヶ丘に停まります。
通電車マントリ駅は着きましたホーム向かい側で19時25分の発車です。しばらくお待ちください。大鳥を出ますと次は泉府中に止まります。お出口は右側です。関西空港線はお乗り換えです。上野駅までやってきました。この列車はですね、この駅で関空特急はるか号の関西空港行きの待ち合わせを行います。はるか号来ましたね。車両はまさかのノーマルタイプの車両です。ということはこれドプラー編成です。はるか号出発しましたね。ではですね、快速赤山駅に引き続き乗っていきたいと思います。というわけでですね、終点の和歌山駅までやってきました。乗ってきたこの電車はですね、折り返し20時25分発の快速天王寺行きとして運転されます。快速和歌山駅に乗ってきたという動画いかがだったでしょうか。実はですね、この快速和歌山駅なんですけども、ほとんどの電車はですね、8両で終点の和歌山駅までやってくるんですけども、平日に1本、土休日に3本はですね、この後ろ4両、5号車から8号車は途中の日根野駅で切り離しを行うんですよね。これはですね、この前4両はここ和歌山駅が終点ではなく、紀伊国線の5号や紀伊田辺まで運転される関係で、後ろ4両、5号車から8号車は
ひねので切り離しを行うんですけども、その電車もですね後日紹介できたらいいなと思ってます。ではですね、この動画はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。